ケンチン汁は汁物料理の一種である。ポピュラーな具材として、大根、人参、ごぼう、里芋、こんにゃく、豆腐を、ごま油で炒め、だしを加えて煮込み、最後に醤油で味を整えたすまし汁である。元来は精進料理なので、肉や魚は加えず、だしも、かつお節や煮干しではなく、昆布や椎茸から取ったものを用いた。神奈川県鎌倉市にある、 県庁寺の修行像が作っていたため、県庁汁がなまって、県鎮汁になったと言われる説がある。しかし、百科辞典や国語辞典では、県庁汁の表記は一切見られず、県鎮汁に、県鎮汁の字を当て、不茶料理の県鎮と関連づけている。大根、人参は5ミリメートルの胃腸切り、ごぼうは皮を剥き、ささがきにして、水にさらす。 里芋は皮を剥いて 1cm の輪切りにし、円で揉んでぬめりを取り、さっと茹でておく。こんにゃくは半分に切って 5mm の小口切り、豆腐は布巾に包んで水気を絞っておく。鍋にごま油を熱し、大根、人参、里芋、こんにゃく、豆腐、ごぼうの順に加えながら炒め、豆腐にごま油が馴染んだら、だしを加える。煮立ったら火を弱め。 核を取りながら煮て、柔らかくなったら塩、醤油、酒で味を整える。盛り付けて、季節の吸い口を添える。彩りよく盛り付ける。国すまし汁。もしくは、味噌けんちん。ありがとうございます。